本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今日はちょっと時間が短いので30分程度ですけども、最後に質問コーナーを設けたいと思いますので、そこでも何か質問があるんですけども、まあ各車の構成部品、まあ、いろいろと見ていただいたり、実際に、まあ、触っていただいて、で、その中に入って、せっかくなんですけども、臨時講習会で、始めさせていただきます。まず、どこの魅力というか、どんな車なのか、そういったご説明になりますだけで、ガソリンエンジン車の感覚で、電気自動車を楽しめる、私の新しいような仕組みになっています。で、そんなインパワー、ノートインパワーなんですけれども、